ただいま入っているお仕事ですが、依頼人はあなた方をご指名です。指名？なんだか緊張するな。どんな仕事なんだ？ご安心ください。危険な仕事ではございません。お二人もご存知かと思いますが、もうすぐ稲妻では甲賀姿の彩り祭という盛大な祭典が開かれようとしています。おお、お祭り。そういえばオイラたち、まだ稲妻のお祭りには参加したことがなかったな。この祭典はシャブ行と八重巫女様によって取り仕切られています。そして今回あなた方に依頼なさったのも他でもない八重様なのです。ミコはヘンテコリンなアイディアをたくさん持ってるから、きっと面白い祭りになるだろうな。鳴神大社に行ってどんな依頼か確認してこようぜ。それほど遠くまで行く必要はありません。八重様なら今花見坂の八重堂にいらっしゃいます。あなた方をご案内するようことづてを頼まれていたんです。そうだったのか。じゃあ早速行こうぜ。新たに黒田、そちらの状況はどうじゃ？ご報告いたします。八重堂の書籍並びに個人の委託による印刷物、すべて昨日の午後に製本と発送を完了いたしました。うむ、悪くない。村田の方はどうなっておる？天井屋とセーリングブリーズから連絡があった。ライデン将軍に転生したら天下無敵になったと。お願い、私の千古宮司の関連資料についてもすでに準備が整っております。よかろう。小野寺はどうじゃ？おのでら。はい、ご報告いたします。新刊即売会の準備は全て予定通り進行中です。おのでら、こたびの即売会の企画は何時が立てたもの。言い換えれば何時はわらわたちの大将なんじゃ。もっと自信を持たんか。心配せずとも、この企画は必ず成功する。わらわのお墨付きじゃ。そうじゃな、特別に2日間の休暇をやろう。この機にしっかりと休むがよい。即売会当日は忙しくなるからの。八重様、ありがとうございます。さて、みなやるべきことがいっぱいじゃ。時間は待ってはくれぬぞ。すぐに取り掛かるがよい。解散。元気にしておったか、わっぱたち。その様子じゃと、すでにわらわの依頼を引き受けたようじゃな。おいおい、ミコ、もうすぐ祭りだってのに鳴神大社に戻らなくていいのか。こんなところで娯楽小説にかかりっきりで。おいらたちを呼んだのって、もしかして祭りの準備を丸投げするためなのか。ふん、そんな依頼引き受けてやらないぞ。しくしく、なんと嘆かわしいことか。わらわは祭りのためにこれだけ苦労しておるというのに、まるでサボっておるかのようなその言い草。わっぱよ、祭りが鳴神大社と関係しているなどと一体誰が言ったのじゃ？おい、そうじゃないのか。だってここは稲妻だろ。確かにそうじゃの。じゃが鎖国令が解かれた今の稲妻はもう昔のような普遍を渇望する国ではなくなった。それゆえ従来のしきたりに基づいた伝統的な祭りではなく、一味違ったものにしようとシャブ行と共に決めたんじゃ。稲妻の風格を保ちつつ国際的な文化振興の会を開くつもりでおる。どうやら姿の彩り祭の由緒から説明しなければならぬようじゃの。伝説によると、古代の稲妻にはかつて鹿の達者な5人の歌人がいたそうじゃ。人々は彼らを五歌仙と呼んでおった。毎年彼らは
五河川の中から一人を派遣して五人で作って編纂した歌集を将軍に献上しておったんじゃ。このことは当時の人々の間でも雅な話じゃと語り継がれておった。彼らのおかげで稲妻の文化も当時はとても栄えていたんじゃ。後に人々は彼らを題材に様々な様式で五河川の物語を作った。その物語から姿の彩り祭が生まれ、創作が生活にもたらす喜びを祝うようになったんじゃ。やっぱり文化的な色がすごく濃いお祭りだったんだな。うむ、古い言葉で言うなら風雅というものじゃな。しかし残念ながら時が経つにつれ、五河川もこの祭りも人々の記憶から消し去られていった。じゃから今回は姿の彩り祭の復興に向けて娯楽小説の創作を中心とした文化交流展を開く。え、ちょっと待て、娯楽小説？そんな信じられぬというような目で見るでない。古く鹿は流行の媒体じゃった。その流行は今や娯楽小説となっておる。ただそれだけのことじゃ。重要なのは形式ではなく創作であることなんじゃ。過去ばかりを気にして形式や内容にこだわっていては良い作品も生み出されぬ。それに今を大切にするという観念は今の稲妻にぴったりじゃと思わぬか。これを機に娯楽小説を通してデイワットに稲妻を再認識してもらうこともできて一石二鳥じゃ。うわ、危なかったぞ。お前が注意してくれなかったらオイラもミコに騙されてたところだ。ふん、オイラたちを騙そうったってそうはいかないぞ。お前のことだからどうせ個人的な趣味で決めたんだろ。わらわの趣味でもあることは否定せんがの。じゃが小説でも祭りでも新たな着想で大衆の興味を引く必要がある。どうじゃ、姿の彩り祭でどんな面白いものが見られるのか何時らは気にならぬのか。気になる。正直すっごく気になるぞ。それならわらわについてくるんじゃな。離島の会場へ行けば目新しいものが見られるぞ。それにあそこには今回の任務について説明してくれるものもおる。姿の彩り祭が開かれる間、音楽観察一帯は娯楽小説の主な展示会場となる予定じゃ。多数の商業作品や同人作品が頒布されるだけでなく、限定特典や抽選会、新刊即売会といったイベントも豊富に行われる予定じゃ。万国商会の前にあるこの小さな広場は祭りの期間中五河川広場と呼ばれる。近くの店舗には娯楽小説に関連した特別商品も売り出されるゆえ決して見逃すでないぞ。おお、なんていうか随分と変わった祭りっていうか違った次元の凄さを感じるぜ。あれ、ミコ、広場の中心にある真っ白い板は何をするためのものなんだ？うむ、それは八重様から頼りになる助っ人が来てくださると伺っていましたが、やはりあなた方でしたか。旅人さん、パイモンさん、お久しぶりですね。元気にしていましたか？アヤト！今回の姿の彩り祭にはアヤトも直々に出るのか。でもお前ってすごく忙しいんじゃないのか。祭りの準備はシャブ業の義務なのです。それに八重様ご自身が姿の彩り祭のために心血を注いでいらっしゃるのですから、私が出向かないわけにもいかないでしょう。アヤト、わらわたちの仲じゃそんなにかしこまるでない。今ちょうどここの展示板について話しておったところじゃ。これはわっぱたちの任務とも関係がある。
何時が詳しく説明してやれ。すでにお二方は姿の彩り祭が五河川の伝説に基づいたものであるとお聞きになったことでしょう。この5つの展示板は彼らの姿を描くためのものなのです。この姿の彩り祭は稲妻の鎖国令が解除されて以来初の大型祭典となります。それだけでなく文化や芸術に関連した祭りでもある。ですからシャブ行では他国の文化人を何名か稲妻にご招待しました。例えばこちらの肖像画についてははるばるモンドから画家をお招きして描いていただく予定です。客人型の稲妻における食事や宿泊の手配は我々シャブ業がお手伝いします。しかし異教の地ではどうしても慣れないことがあるかもしれません。そんな時稲妻に詳しくテイワットの他国にも通じる方に案内をお願いできればこちらとしても大助かりなのですが、はい、お二方には港口から客人を万国商会まで招いていただき彼らの希望に沿った手助けをして差し上げてほしいのです。客人方の乗る船の詳しい情報についてはこの到着時刻表に記載されています。ここに乗っている時間通りに鳩場へ向かってください。さてもうこんな時間じゃ。わらわは編集たちとの会議があるゆえ先に行かせてもらうぞ。祭り期間中八重堂の編集はほとんどが音楽観察の近くにおる。何か用事があれば直接尋ねるがよい。今回の祭りは三部業共同でことにあたっており対処しなければならないことが山積みなのです。ですので私もこれで失礼いたします。客人のことどうかよろしくお願いします。アヤトがくれた時刻表に船の詳しい情報が載ってるみたいだぞ。よく確認して時間になったらお客さんたちを迎えに行こうぜ。到着時刻表によると今日はモンドから船が一隻やってくるみたいだな。五河川を描く画家も乗ってるはずだ。そろそろ時間だな。鳩場まで行こうぜ。私たちはみんなモンドから来た吟遊詩人よ。近頃の稲妻は大きく変わったらしいから何か鹿のインスピレーションが得られるといいんだけど。このお客さんたちってみんな吟遊詩人なんだろ。だからオイラ吟遊野郎を探してるんだ。おかしいな。吟遊野郎はモンドじゃ有名なはずだ。招待されてないわけないよな。おい、なんでだ。あ、そっか、オイラもわかったぞ。吟遊野郎はもうモンドの管理者じゃないけどそれでも神なんだよな。もし祭りがあるって聞いたからっていそいそと稲妻に来たりなんかしたら大人げないっていうか面目が丸つぶれだよな。栄誉騎士のお姉ちゃん、パイモンちゃん。あ、クレー、お前も姿の彩り祭に招待されてきたのか。うん、招待されたのはアルベドお兄ちゃんだよ。でも最近騎士団のみんなはとっても忙しいからアルベドお兄ちゃんがここの人に頼んでクレーの家族通行証を用意してくれたな。やあ旅人にパイモン。稲妻で姿の彩り祭が開かれると聞いて君たちに会えるかもしれないと思っていたよ。五河川の肖像画を描く人ってアルベドだったのか。どうやらもう絵のことは知っているみたいだね。だけど僕のここでのペンネームは
白亜だよ。そうだ、万国商会はどこか知っているかい？後で八重堂の編集主任とそこで会う約束なんだ。万国商会はお前たちが離島で泊まる場所だぞ。どうやら目的地は同じみたいだな。それはよかった。じゃあ早速案内してくれるかい？わあ、すごく綺麗。クレ、見たこともないものがいっぱいあるよ。クレ、あんまり走るんじゃない。誰かにぶつからないよう気をつけるんだよ。はあ、道中クレイに稲妻の物語を話したのがまずかったか。そのせいでクレイはほとんど睡眠をとっていなくてね。その上、ここに着いてからも元気が有り余ってずっとはしゃぎ回っている。ふん、平山主任がまだ来ていないようだ。僕より早く着くと言っていたのに困ったな。実は編集主任と会う約束をしたのは、五河川の詳細資料を渡してもらうためなんだ。資料がなければ絵の構想もうまくできないからね。稲妻に来るまで自分が何を描くのか知らなかったのか？僕が知っていたのは五河川という名前だけなんだ。五河川はとても古い人たちだから、現在まで伝わっている内容がほとんどなくてね。だから編集主任が僕のためにもう少し情報を集めてくれることになったのさ。僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだ。だから彼がまとめた資料を受け取る日を今日まで先延ばしにすることに通した。その絵っていつまでに完成させなきゃいけないんだ？肖像画は祭りのいくつかの段階で1枚ずつ公開していく計画らしい。一つ目の水耕像はあさっての姿の彩り祭正式開幕より前に完成させないといけない。あさって？それって時間的に厳しくないか？別にそうでもないさ。娯楽小説の挿絵を描いた時なんて原稿を船で送らないといけなかったから、今よりよっぽど厳しい状況だった。先月なんか珍集集見録最新刊の姿の彩り祭先行販売に間に合わせるために最終章の挿絵は原稿をもらったその日のうちに完成させたほどだったよ。その挿絵は稲妻に着くや否や印刷されたらしい。だから僕は未だに完成品を見たことがないんだ。お前の創作環境に同情するべきなのか、それともお前が天才だって褒めるべきか。もちろん可能なら僕もできる限り早く資料を手に入れたい。そうすればより良い準備ができるからね。おう、ここ数日は八重堂の編集者たちは音楽観察のあたりにいるんだったよな。編集主任もそこにいるかもしれないぜ。アルベド、お前をそこに連れて行ってやるよ。わかった。クレー、君はもう長いこと寝ていないからここに残って休んでおいで。僕たちは用事が終わったら帰ってくるから。うん、わかった。アルベドお兄ちゃん、心配しないで、クレーおとなしくしてるよ。まったく、こんな時だっていうのに。小野寺ったら、休暇で連絡が取れないだなんて。後で黒田さんと稲妻城に戻り至急増刷しましょう。だけどこの小説は需要が高いから増刷しても足りるかどうか。でも今日のうちに発覚したのが不幸中の幸いね。あと何日か遅れてたらそれこそ取り返しがつかなかったわ。ねえ、倉庫にいた怪しいやつ、あいつの仕業だと思う？そのことを調べるためすでに主任が向かっています。なんだ、何か起きたのか？あら、旅人気にしないで、うちうちの問題だから。何か用事でも？平山編集主任を探しているんだが、どこにいるか知っているかい？主任なら港口の倉庫に。村田さん、お待ちを。失礼ですが、もしかして五河川肖像画を描きにいらした白亜先生でしょうか？いかにも、僕が白亜だ。私は黒田と申します。お見受けしたところ、五河川の資料についてお聞きになりたいのだと思うのですが、申し訳ございません。
今しばらく万国商会でお休みになってお待ちいただけますでしょうか。すぐに主任に連絡して資料をお届けいたしますので。別にそんなことしなくてもいいぞ。なんだか忙しそうだし、オイラたちで探しに行くぜ。それはもしかして陳州集権録の最新刊に何か問題が起きたのかい？どうしてそのことを？君たちは編集主任が僕に渡す資料について知っていた。つまり編集主任は約束を忘れていたわけではなく、突発的な状況に遭遇したということだ。だけど君たちは僕を白亜だと知りながら編集主任には会わせたくないようだ。どう考えても僕が挿絵を担当した陳州集権録に何かが起こったとしか考えられない。君たちはそれを本能的に隠そうとした。はい、恥ずかしながら確かにおっしゃる通りです。白亜先生、単刀直入に申し上げます。本日の朝方、港口の姿の彩り祭倉庫に怪しい外国人がいるとの情報を受け、天領奉行が駆けつけました。天領奉行は貨物窃盗の恐れがあると倉庫を借りていた全ての方々に連絡しました。そして結果、倉庫にあった陳州集権録の新刊が全てなくなっていたことが分かったのです。全部なくなってたのか？しー、お静かに。この小説は姿の彩り祭の最終段階で鳥として先行販売される予定で、しかも作者の陳玉先生も即売会に参加されるのです。深刻な事態だから主任はすぐに倉庫に駆けつけたわ。今窃盗事件とあの外国人の関連性を調べてるの。なるほど。確かに陳州集権録が予定通りに発売できないのはとても残念だね。それに陳玉先生にとっても本意ではないはずだ。編集主任は港口の倉庫に向かったと言ったね。僕もそこへ行ってみよう。何か手伝えるかもしれない。陳玉、リーユエ人の名前っぽいな。アルベド、この小説の作者ってどんなやつなんだ？僕も会ったことはないけど、編集から彼の身分は聞いている。リーユエ飛雲商会の次男坊だそうだ。ん？彼を知っているのかい？まさかアルベドがユクアキと一緒に娯楽小説を出版してたなんてな。でも今は驚いてる場合じゃないぞ。もしユクアキが自分の小説がなくなったって知ったらきっと悲しむよな。オイラたちもアルベドと一緒に行こう。荒谷さんと黒田さんは稲妻城へ戻って陳州集権録の増刷手配をしているわ。私はここでしばらく待機することになったの。もちろん小説が見つかればそれが一番いいんだけどね。最悪の状況にだけはならないでほしいわ。天領奉行の公務を執行しているのだ。私がいるのは当然だろう。いや、サラのことじゃなくて、陳友野郎、倉庫にいた怪しい外国人ってまさかお前のことだったりしないよな。えごめんね。結果から見ると確かに僕のことみたい。そこの容疑者言ったはずだ。窃盗と密航の疑いが晴れるまで勝手に口を開くな。旅人、パイモン、お前たちはこの自称吟遊詩人のモンド人を知っているのか？サラ、オイラたちが知る限りこいつは多分窃盗と関係ないと思うぞ。でも密航ってどういうことなんだよ。この者は姿の彩り祭の客人であると自称しているが、招待状を持っていないんだ。故に我々は密航を疑っている。何しろこのものを見つけた場所はセーリングブリーズの
ダンディライオン氏を保管している貨物の中だったからな。事件解決に有益なことであれば別に構わない。銀融野郎、お前まさか本当に密航してきたのか。久しぶりの再会なのに会って早々疑いの眼差しを向けられるなんて。ああ前に君たちも同じような方法で稲妻に着いたって聞いたからてっきり分かり合えると思ってたのに。同じような方法？冗談さ、安心してよ。僕に招待状を送ってくれたのはシャブ業の上里綾人。こんな情報を知っている人が密航者である可能性は低いでしょ。でもだったらなんで銀融詩人たちの船に乗ってなかったんだ。もちろん招待状をもらってから早く稲妻に着きたかったんだ。ちょうどダンディライオン氏を運ぶ貨物船に出くわして彼らと一緒に出発したんだ。船長とすごく気が合っちゃって途中で美味しいお酒をたくさんおごってもらったんだよ。多分だけどダンディライオン氏と稲妻のお酒を飲み比べているうちに貨物の中で寝ちゃったのかもね。それで目が覚めたらこの倉庫にいたってわけで、そこの天領奉行の大将さんが虎視眈々と木箱の上から僕を睨んでたんだ。確かに金融野郎の言ったことは真実味があるけど、でもなんか。すみません、私は被害に遭った八重堂の者なのですが、いくつかお聞きしてもよろしいですか。先ほどあなたはずっとこの倉庫にいたとおっしゃいましたよね。でしたら何か怪しげな物音を聞きませんでしたか。そういえば確かに周りで足音がしてたような気が。それも一回じゃなくて何回もね。でも僕は別に変だとは感じなかったよ。音がしたのに変だと思わなかったのですか。ふん、なるほど。アルベド、何か分かったのか。窃盗と聞けば鍵をこじ開けたり物を荒探ししたりする行為を連想するはずだ。だが今のウェンティの話はこのような明らかに不自然な物音は聞いていないという意味だろう。それにここは倉庫だから毎日大量の貨物が出入りしている。足音が聞こえるのも至って自然なことだ。つまり紛失の件は手がかりなしということでしょうか。いや、そうとは限らない。さっきの事実から少なくとも3つの結論を出すことができる。1つ、小説を盗んだのは気まぐれな盗賊ではなく初めからそれらを盗もうと企んでいたもの。2つ、犯人は倉庫に非常に詳しく鍵を持っている。3つ、さすがだね。小説はとても重いから単独犯が短い時間で運ぶのは難しい。きっと仲間がいるだろう。ウェンティは明らかに犯人の特徴と異なる。うむ、その推論に賛成しよう。平山編集主任、天領奉行は引き続き倉庫の関係者を調査する。もし何か手がかりを手に入れたらすぐに我々の方まで届けてくれ。はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ僕もこれで。待て、確かに窃盗の疑いは晴れたが合法的な手段で稲妻に入国したかどうかの結論は出ていない。あちゃー、残念。さっきみたいにごまかせると思ったのにな。サラはすごく厳しいからな。銀融野郎、招待状はあるのか。えへ、ごめん、どこにあるのか思い出せないや。どう考えても大事なものなのに。大事なものだということはもちろん知っているさ。だからずっと手に持ってたんだ。僕は荷物も持ってないしポケットにも入らないからね。おかしいなあ、確かに飲みすぎてたけどちゃんとしまった記憶があるんだよね。その時は自分の思いついたアイディアに満足していたほどだったんだよ。ずっと手に持ってたのになんでまたしまおうとしたんだ。僕はすごく真剣にモンドのお酒と稲妻のお酒を飲み比べていたんだよ。そしたら両方の手にグラスを持たなきゃいけないだろう。つまり招待状を手で持つことはできない。
それに忘れてしまってもいけないから適当な場所にも置けない。どうやらあそこしかないね。君も気づいているんだろ。おい、お前たち二人とも招待状がどこにあるのか分かったのか。そんなわけないだろう。招待状って結構大きいんじゃないのか。それに靴の中に入れたなら歩くときに気づくだろ。確かに飲みすぎたら舌はピリピリするけど足にまで及ぶことはないよ。そんなわけないだろう。マントに何かを収納する空間なんてないじゃないか。でもまあ確かに悪くないアイディアだな。銀融やろう。今度マントを改造してみたらどうだ。うん、マントは見た目の美しさ以外何の役にも立たないっていう人がよくいるからね。そうすれば批判する人も減ると思うよ。あ、そうだった。さすが君だね。確かにシャブ行が送った招待状だ。客人の身分についてこれ以上疑う余地はない。しかし今晩からは万国商会に滞在していただけると助かる。では私はこれで先に失礼させてもらう。サラ行っちゃったな。オイラたちも平山編集主任に資料をもらいに行こうぜ。平山編集主任、僕が今日会う約束をしていた白亜だ。おお、白亜先生でしたか。稲妻にいらしたばかりなのにこのようなことになってしまい本当に申し訳ありません。こちらが五河川の資料です。我々が探し出せた情報は全てここに載せてあります。どれ。うん、僕の予想通り水光や葵の大きなといった名前は五河川の本名ではなかった。五河川物語はここに至るまで数多く伝わってきた。しかし今となってはその具体的な内容の正確さを知ることは不可能である。はあ、実に残念だ。ともかく五河川物語のほとんどが似たような形式で書かれていることが分かった。これも収穫と言えるだろう。アルベド、その情報って絵を描くのにも役立つものなのか。確かにアイデアは得られたね。だけど一番重要なインスピレーションがまだ欠けていると認めざるを得ない。申し訳ございません。これらの資料は確かに詳細に欠けるものです。しかし今のところこれ以上の内容は見つからないのです。ですが八重様はこのようにおっしゃっていました。五河川の伝説は千変万化、一人一人違った物語を心の内に秘めていると。ですので白亜先生も心のままにご自身が面白いと思うものを書いてくださるだけでいいのです。確かに巫女が言いそうなことだな。編集主任、心配しなくていい。絵のことは僕が何とかしよう。ありがとうございます。それでは白亜先生にお任せいたします。それから皆さん、最後にもう一つ頼みたいことがございます。明日の朝、陳州集権録の作者陳玉先生が船で稲妻に到着される予定なのです。もし陳玉先生を見かけたらどうか新刊窃盗の件はご内密にお願いできないでしょうか。小説が回収できるか否かにかかわらず八重堂は最善を尽くして新刊即売会を成功させるつもりです。ありがとうございます。では私はこれで失礼いたします。どうやらここでやるべきことはもうないみたいだな。オイラたちも行こうぜ。銀融野郎、そんなところで何やってるんだ。置いてっちゃうぞ。旅人アルベド、こっちに来てくれるかい。面白いものがあるよ。金融野郎、これって何の紙なんだ。今朝僕が倉庫から目覚めた時、寝ていたウッドコンテナに落ちていたんだ。その時は元から落ちていた紙切れだと思って
あまり深くは考えなかった。だからざっと見ただけでこの近くに置いたのさ。でも今はこの紙に書かれた内容を君たちも詳しく読んでおくべきだと思うよ。どれどれ、水耕編。あ、待てよ、水耕って五河川のうちの一人じゃなかったか。この詩にある物語の内容はこんな感じだ。河川水耕は酒に酔い、将軍へ届けるべき歌を盗まれてしまった。この物語ここ最近どこかで聞いたような。聞いたどころか、まるでお前の昨日の体験じゃないか。すごく面白いと思わない？うん、僕もそう思うよ。この紙を残したのは犯人じゃないとしても一部始終を目撃しているに違いない。でもどうしてこんなことを。もし目撃者だったとして、なぜ窃盗行為を止めなかったんだろうか。まあまあ、今はそんなに深く考えない方がいいよ。みんな朝から忙しかったでしょ。せっかく稲妻で会えたんだし、これからどこかでパーッと飲もうよ。おいおい、酔いが覚めたばかりだっていうのにまた飲むのか。アルベドはまだ捜索が残ってるんだぞ。お前に構ってる時間はないんだ。いや、問題ない。一緒に一杯飲みに行こう。僕のおごりだ。うえ、ええー、はいいのかよ。前にも言っただろ、僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだって。今その一番重要なインスピレーションを見つけたんだ。それにモデルを作品に取り入れるにはそれ相応の報酬を支払う必要があるからね。だったら美味しいおつまみも頼んじゃおうかな。ある年、水耕が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水耕は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水耕ににじり寄るはある影なりけり。さすがアルベド、姿の彩り祭の開幕前に一枚目を間に合わせるなんてな。うん、僕もすごくいいと思うよ。稲妻のスタイルで描かれていながら現代人の美的センスも兼ね備えている。特にキャンバスの中の僕、熟睡しているにもかかわらずなんて優雅な姿なんだ。おいおい銀融野郎、あんまり調子に乗るなよ。お前はあくまでモデルであって絵の中の人物じゃないんだからな。アルベド、次は何を描くんだ。次は五河川の葵の翁だ。アルベド、その絵を描くのは少し待ってからにしない？もしかしたら似たようなものがまた見られるかもしれないよ。似たようなもの？他の五河川物語が書かれた紙切れということだろう。資料によると流通している五河川物語は全部で4編らしい。だけど今はまだ1編しか現れていない。お前たちはあの紙切れを残した謎の人物がまた現れるって言いたいのか？その可能性はある。それに五河川物語自体にも興味深いことがあるんだ。例えば河川は5人いるのに、かつて流通した物語は全て4編で1つのシリーズだったこと。ほとんど全ての物語において黒主の独立した小説がないんだよ。それについては僕もちょっと気になるな。でもモンドには風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせるっていう古いことわざがあるだろ。今はゆっくり待とうよ。